寄付。寄付とは、金銭や財産などを公共事業、公益、福祉、宗教施設などへ無償で提供すること。災害の際に被災地、被災民に送られる義援金、義援金も寄付の一つである。経済において、寄付は福祉にかかる費用の一部を担う重要な経済活動でもある。また、教育機関、学校や博物館、図書館など、 いや、医療機関などに寄付することを寄贈、寄贈、寄贈、宗教施設に寄付することを寄信と称することもある。寄付は、寄付者が、自らの意思に基づき金銭、財産を対象機関、施設へ無常で供与することで行われる。寄付の多くは、公共事業や公益機関、福祉機関、医療機関、教育機関、宗教施設などに対して行われている。これらの事業、 機関施設は、公共的、公益的な社会役割を担っているが、安定した収入源を持たず、そのため、寄付を主要な収入源の一つとしていることが多い。世界の多くの地域では、寄付が福祉の一部を担っており、社会の中で重要な地位を占めている。一企業が個人から寄付金を集め、赤十字などの他団体へ寄付するという行為が存在する。この時、 企業は寄付金を利用して寄付金控除を行い自身の法人税の節約を行っている。なお、法律用語で使われる寄付行為は財団における基本規則、定款に相当するのことを指す。例えば財団法人日本相撲協会では勝負規定を寄付行為最速の一部として定めている。語源については諸説あり、詳しくは寄付行為語源を参照のこと。 寄付の方法にはいくつかある。寄付者が受益者へ直接寄付する方法もあるが、多くの場合、寄付者と受益者の間に仲介者、事前団体などが介在する。仲介者がいる場合、寄付金などが寄付者の意思通りに行われるかという問題が生じる。日本では一般に寄付者と仲介者とに信託関係が発生すると考えられている。また、 仲介者がいる場合にもう一つ留意すべきことは、寄付した金銭、財産の一部が、仲介者の諸経費に充てられる可能性があることである。一部の仲介者を除き、寄付の全額が受益者へ渡されるとは限らない。募金など公募で行われる、寄付活動もある。日本の中央共同募金会が主催する赤い羽、共同募金などが、その一例である。このほか、 安価な商品を購入する方式の寄付もある。例として、日本の結核予防会が実施する、副十字シール運動などがある。ネット上では、クリックするだけで1円を寄付できる、クリック募金もある。ユーザーが1回クリックすると、ユーザーに代わり、スポンサーが1円を、NGO や、ユニセフなどに寄付する。ユーザーの負担金は0円である。以上のように寄付には、 様々な方法があるが、寄付者の自由維持に基づいて寄付することが重視されている。ただ、現実には、自治会や町内会による集金などで、事実上強制的に寄付させられることも売り、一部で問題になっている。2007年8月24日に、大阪高等裁判所は、隠し寄付分を自治会費に上乗せして徴収することを決議した滋賀県高賀市内の自治会に対し、 寄付を強制するもので違法とする判決を下したもの。寄付により運営される事業、機関、施設には、主事あるが、大部分が公共的、公益的な社会目的を持った組織である。上記の中央共同募金会のように寄付それ、自体を目的とした機関も存在する。寄付は、福祉目的で行われることが多いが、学校や寺院、神社、 教会などの運営を目的として寄付がなされることも少なくない。例えば、アメリカ合衆国では大学へ卒業生から多額の寄付が集まり、大学運営の主要財源となっている。また、太陽国では民間の寄付によって、小学校などが設立、運営されている事例が非常に多数ある。このほか、何らかの目的を達成するため、純粋に寄付だけによる運営を目指す団体もある。 企業などから資金提供を受けた場合、自由な活動に支障が出ることも懸念されるため、目的に賛同する無名の人々からの寄付により、自由な活動を担保しようとするものである。一部のフリーソフトウェアがこの方式を採用している。また、利用者が開発者へ寄付するライセンス形態を取るドネーションウェアというソフトウェアも存在する。世界的に見ると、 寄付の社会への浸透度も国、地域によって大きく異なる。2000年頃の状況を見ると、アメリカでは年間2000億ドル、約20数兆円を超える個人寄付が行われているのに対し、日本では個人寄付では約4874億円、寄付白書2011となっており、法人寄付も 約5467億円となっている国税調税務統計2009年度分政府の家計調査によると世帯あたりアメリカは約17万円日本はおおむね約3000円前後平成23年は震災の影響があり一世帯あたりの平均寄付金額は6551円で平成22年は3789円と 寄付金額に大きな格差が見られる。ただし、政府家計調査では、宗教活動への寄付と教育分野への寄付が含まれていないため過小評価されている点に留意が必要こうした格差は、宗教観、社会意識、税制の違いなどが挙げられることが多い。寄付税制については2011年6月に大幅な改正があり、国際的に比較しても優れた寄付税制が成立した。 こうした格差は宗教観、社会意識、税制の違いに起因すると考えられている。また、アメリカは所得格差、資産格差が日本に比べ大きく、小さな政府志向のため医療保険制度など、公的福祉が未備えのため、民間による所得の再分配の重要度が高いことも要因になっているが、例えば、日本や諸外国に比べて、字に係数が非常に高く、 ほとんど再分配がなされていない。アメリカのほか、一部の欧米諸国やイスラム諸国、太陽国など、経験な信徒の多い国、地域では、社会活動に占める寄付の役割が非常に大きい。寄付は無償でなされるものであるから、非寄付側から見ると、寄付は純粋な所得となる。通常、所得は課税の対象となるが、多くの国、地域では寄付活動を推奨するため、 特定の団体、機関に対する寄付を非課税としたり、課税控除の対象とする制度を設けている。特定の団体、機関を選定する基準は国、地域によって差異があるが、公共、公益目的を持った団体、機関が選ばれることが多い。こうした団体、機関への寄付を通じて、脱税、租税回避がなされることを防ぐため、厳しい基準が設けられていることも多い。 また、政治要職を防止するため、多くの国、地域で、政治家、政党への寄付、政治献金に厳正な規制がなされている。日本では、政治家による寄付も大幅に制限されている。日本では、個人が次のような場合について、確定申告を行うことで、特定寄付金として、寄付控除、所得控除の対象となる、特定寄付額の合計マイナス2000円。 かつて中国大陸において収穫物は天より人が預かっているものであり、その預かり物を個人の意思でりに使うのは王でさえも許されないとの思想、天と思想があった。寄付の歴史は宗教と非常に強いつながりを持っている。宗教活動それ自体は生産を伴わないため、宗教活動のための費用を何らかの方法で調達する必要がある。そのため、 ほとんどの宗教では、信徒から寄付が集められることとなった。多くの場合、こうした寄付は、例えば、日本では、寄進やお伏せなどと称されたが、一義的には神や仏に対して捧げられるものと認識されていた。また、ほとんどの宗教では、貧困者救済などのための寄付が奨励されている。これを、イスラームでは、サダカ、自由記者やザカート、制度記者といい。 仏教では記者という、キリスト教でも記者的な寄付が広く行われているが、これらの他の宗教にも記者的な寄付は半ば普遍的に見られる。以上に見るとおり、近代以前の世界において寄付は非常に強い宗教的背景を持ちながら実施されていた。近代に入り、欧米諸国で貧富さの拡大が顕著となっていくと、キリスト教精神に基づいて各種の事前、 チャリティーが行われ、社会福祉の一翼を担うようになった。寄付も事前の一環として実施され、福祉の一環に位置づけられるようになった。欧米諸国の中でも、アメリカ合衆国やイギリスなどでは、自助の精神が強く、政府に頼らず民間での寄付が成功したが、北欧諸国などでは、政府が福祉を担うという社会意識が比較的強く、 民間の寄付は英米ほど盛んとはならなかった。福祉部門にかかる負担を民間の寄付が担うか政府が担うかという際がここに現れている。なお、年末の募金活動、社会鍋を行う救世軍もイギリス発祥のキリスト教会である。律令制以前から日本には神の代理人である主張に初捕虜、初お料として収穫物、 生産物を捧げる習俗があった。主張が大和朝廷に服属した後には、祭祀の最高等葛者である天皇へ、初捕虜を収める形となり、律令制以後は、蘇谷町に変化した。十世紀の税制改革の結果、神への寄進という名目はなくなり地税に一本化されたが、その後も、条文と呼ばれる神物への寄進は行われた。奈良時代の頃から、利水。 地水や橋、道路建設などの公共事業のため、仏教像が民間から放賀と呼ばれる寄付を集める肝心が行われていた。放賀社一覧が放賀町。中世は自力救済の時代であったが、民衆の間に頼もしうなどの相互扶助が始まった。これは集団で金銭を貯蓄し、貧困者などに順番で供与するという寄付と同様の機能を持った。 相互扶助であった。近世に入っても相互扶助の伝統は継承された。また、中世には金持ちは道徳的に優れている。また優れていなくてはいけないという宇徳思想が生まれ、宇徳人と呼ばれた富豪たちは富を社会に還元することを期待された。宇徳人が教室した富を有徳線、ありふく銭と呼ぶが、米などの現物で当てる場合もあった。 有徳線は主に自社への記者として教出されたが、鎌倉時代以後は、基金の救済など、より世俗的な用途に使われるようになった。江戸時代の大阪、大阪には、北野を貯めて、綺麗に使う、という精神が美徳としてあった。そのため、大阪の八百八橋は皆町人の寄付で作られたと、言われるくらいである。この、北野を貯めて、綺麗に使うの言葉の意味は、 一言で言えば、商売上の感情と公共への支出の感情は別であるという意味である。つまり、商売上は汚いと言われるほどに無駄を省いて、倹約に倹約を重ねて資本を蓄えるのが商人の美徳だが、しかし、商売から離れれば人として世のためや人のためにはできるだけのことをやるのが美徳で、あるとの価値観のことである。このような精神は、 明治以後にも続き、中野島公会堂の公共施設や美術館、小学校などが市民の寄付で作られた。しかし、第二次世界大戦で大阪が海人に返し、商業の中心が東京へ移ると、このような精神も、おみ中心の消費都市である、江戸文化の延長の東京では、くだらぬものとなり、日本全体には広がらなかった。明治になり、 社会構造が大きく変わると、相互扶助に変わって寄付が盛んになっていった。第二次世界大戦以前は、皇室や財閥などによる寄付が寄付総額の30%に上るなど、福祉のかなりの部分を寄付が担っていたが、大戦後は福祉国家が理想とされるようになると、福祉は政府が責任を持つという意識が広がり、寄付の相対的地位は低下していった。 それでも1995年の阪神、淡路大震災の際は、未曾有の災害状況に多数の義援金が寄せられたが、被災者への公平配分を原則とする中、被災者の全体像の把握に時間を要し、全額の配分には約1年半を要した災害義援金はまず、赤十字と中央共同募金会で構成される義援金配分委員会にプールされ、一人当たりの 支給額が決定された上で交付される。なお、日本における寄付総額が前年の2倍に増加した。2000年頃からは、緩やかな連帯による社会の再構築が日本各地で模索され始めた。そうした運動を支える NPO への寄付が現実的な寄付金の必要とされる人への交付という点からも注目されるようになっている。2003年には、 大賀のりソニに名誉会長、当時が退職慰労金16億円を長野県軽井沢町へ全額寄付しようとしたが、贈与税の問題などから手取り分12億1699万円で事業主として軽井沢大賀法を建設、完成後に町に無償供与するという形を取らざるを得なくなるという事態が発生した。この事例は贈与税が日本における 寄付の阻害要因となっている典型的な例である。2010年12月以降、漫画、タイガーマスクのダテナオトなどの架空のキャラクターの名義で、蘇生を明かさずに、児童養護施設などに寄付を行う、タイガーマスク運動が起きているが、その根本に密かに事前を行うことを美徳とする、テレの文化と、逆に、欧米のような蘇生を明かした寄付は、 売名だと非難される点が指摘されており、根本が改善されない限り、この運動は、一過性の祭り、流行に終わるという指摘もある。義援、義援は、明治時代に作られた和製看護である。義は、正しい、行い、もしくは、公共のために力を尽くすことを意味し、縁は、捨てる、捨て去るの意である。すなわち、義援金は、正しい行いのため、 公共のために捨てる金を意味するイスラームにおける記者相当。戦後の国語改革で円が東洋漢字に採用されなかったため義援金と混ぜ書き表記した。現在はほとんどのメディアで義援金という表記が見られるが、これは新聞協会による独自の基準で定めた代用表記である。夏目漱石の我輩は猫であるに義援を取られると口にする。 くしゃみ先生を、猫が、変なことを言うものだと笑っている場面がある。募金の本来の意味は、文字取り寄付金や、義援金を募ることであり、寄付とは意味が異なるが、近年、寄付の意味で、募金という言葉を使う人が増えている。日本では例えば、足長育英会、緑の募金、青い羽募金など、該当募金がある。赤い羽共同募金では、 空き缶募金箱に続いて1994年に組み立て式募金箱を開発した。箱という言葉がタイトルに入っている。歩みの箱でも5度の募金箱のリニューアルがあり、2007年からのものが6代目となっている。他にコンビニなどの店舗、レジ前などに設置する形態もある。セブンイレブンの場合、通常は緑の基金として行い、 深刻な災害発生時には箱のステッカーを貼り替え、一定期間それを対象にした義援金募金活動を実施している。金額の集計作業は規模が大きい募金ほど大変で、効果計算機が普及していない時代にはコインホルダー、コインカウンター等を用いて手作業でしていたという、現在でもそうしている場合もある。 定期的な寄付をする仕組みでは、便利に寄付ができるように自動的に毎月送金できる仕組みもある。ドラえもん募金、テレビ朝日が1999年から実施は、指定の電話番号にかけることで、自動的に一定金額を寄付できるシステム。ダイヤル q 通回線を使用した仕組みだったが、同サービスは2014年2月28日で廃止された。募金機能がついた。 清涼飲料水などの自動販売機もある。ファミリーマートでは、店内端末、ファミポートで募金を指定した後、レジで支払う方式も実現させた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。